副長、局長は。近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織、その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ、部下も己の命を張る気になるっちゅうもんやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに、土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとしている。なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや、実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か、総司。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。近くとはけしからんぬ。もうすぐ来るはずだ。
来たな。こちらへ。掃除。ああ。はいはい。揃ったな。皆、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。三番隊隊長の斉藤はじめです。以後、お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか、谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか、長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、それとも女か。お前と一緒にすんなや、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんか。隊の訓練が控えとるんで。タイの訓練ね。何笑うとんねん、佐野助。いやいや、さすが甲州流軍学を収めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊れも味わってみるか。幹部会だぞ。余計な口を開くな。佐野助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小獣とが。斉藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい。じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ、俺。いいでしょ、土方さん。東堂、日和見だ、お前は。あ、ひどいな、松原さん。助け舟出したのに。どうです、土方さん。いいだろう。では、斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ、明日。それともう一件。先般、隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩、大気に基づき切腹に処した。切腹。山並さん殺しちゃったんですか。どういうことすか、副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして。俺らって佐野助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか。うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。
心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並みはそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子。局長の近藤がいないのもいつも通りか。ああ、伊藤も言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。そうか。